来ました、本田圭佑キャリア2試合目なんだけど、さっきトレーニングやったら普通になんかもうスタメンになりました。あ、ちょっと待って、そういえば最初に約束してた俺、リーグが上がったら俺もプロを変えるというのを忘れてました。ということで今日からワールドクラスで、結構このワールドクラスになったことによってリーグが変わっただけではない辛さみたいな、そういうのがあると思うんですけれども、まあ見て、この能力値もね、普通に見劣りしないんで、普通に。このアルゼンチンリーグでも、なかなかやっていけるんではないでしょうかということで、スタメンとして、このアルゼンチンの地で戦っていきたいと思います。お、枠内シュートにオフェンスパス5回通す、まあ、ジルと8.5。8.5ってなかなか高くないか？普通に得点取んなきゃ。ムニオンね、普通にいいチームですね。今のところまだ2試合しかやってないですけど、ここで2試合目っていうのが本当にサッカー選手にとって大事だってね、昔誰かが言ってたんですけど、本当1試合目ってなんか割とドーパミンが出てるんですけど、アドレナリンか知らんけど、来ました。これですね、普通に2試合目で結果を出すこの本田圭佑、かっこよすぎ。うぃー。日本代表ってなんかそのウィニングイレブンだけの特権かなと思ったんですけど、まあそういえばウィニングイレブンなんかもうなくなっちゃって、しっかりここ奪われて、それは FIFA もね、なんか名前変わるみたいで、なんだっけ、FIFA の次の名前。まあとりあえず何でもいいんですけど、お、ナイスカット。あ、ここ一回戻します。OKOKOK。今いいね。二人とも今意思疎通がすごい。うぃー、ここ。いー、おー、ちょっと惜しい。これちょっと惜しいのがマジで、これ、ああ、いいね。あ、もう見て7.8。今日の目標が8.5なんで、残りあれですね、1とかですね。あ、違う、残り0.7ですね。0.7上げると、今日の目標。お、いいぞ。OK。ここ、しっかりとヘディングで。しかもね、本田圭佑、何がいいって、これ体格が180。わあ、見えてたんだけど、普通に、ね。相手のディフェンスが早かった。寄せがやっぱりこの日本代表と、日本代表じゃねえ、J リーグと違って早いかもしれない。そんな感覚、あ、そっか、ワールドクラスにしたんだ。ワールドクラスってどんな感じなの？俺いつもさ、アトレティコでプレミアリーグやってるんですけど、その時はね、あれなんですよ。アルティメットじゃなくて、なんだっけ、あれ。レジェンドじゃなくて。なんだっけ、ちょっと待って。話しながらやるのって、ほんと FIFA って一番向いてないよ。なんか、しかも見て、あそこの左。FIFA のなんかコーラの缶みたいなのがありますよ。ほら、ゴール裏。あれいいっすね。しかもまたこのスタジアム、ゴミすごいな。結構南米ってあれなんですかね。ゴミをスタジアムに捨てるみたいな。そういう古橋なんかその、スタジアムの外に、スタジアム内に入ってるゴミを、こういうゴミをね、拾って、めちゃくちゃ褒められてましたね。現地のあれに。そういう日本人の魂というのが、海外に行ってもあるっていうのが素晴らしいです。本田圭佑もそれを見習って、なんか交代の時はゴミ拾って出ようと思います。来ました。結構こんだけゴミあると拾っても拾いきれないまであるんですけど、 OK、 しっかりと、その全部拾うっていうよりはやることが重要なんで、 OK、 しっかりと、これ寄付と一緒ですね。 OK、 しっかりナイスパス。で、こうしっかりと、もう一回渡して、いいよ。ああ、何してんのそれ一番。いやー、そうだよね。今、ダイレスルーパス通ってれば、普通に1点のチャンスだったんですけど、ということで、ここで、後半か、前半か、終わりましたということで。OK! 後半ですね。やっていきます。後半っていうのは、もう本当にサッカーにおいて勝負の後半って言われてるぐらい大事なんで、ここでね、どれだけ前からプレスいけるか。それでまず、本田圭佑の今後のキャリアが関わってくると思います。っていうか、あれなんですね。アルゼンチンのリーグって日本でやってんのかな、これ。せっかく18歳、17歳か。毎回年齢間違えた。17歳のところあれ。危なすぎる。ゴラッソじゃん。唯一知ってるスペイン語、ゴラッソ。それが今決まりました。いや、これまずいですね、普通に。この、アルゼンチンでは絶対に1試合も負けないっていう、この目標が。ここで。いや、ごめん。パスの判断が悪い。うお、スパイクでかアルゼンチンリーグでどこでやってんのかな。なんかフールとかやってんのかな、フールとかで。ダゾーンでは確かね、やってなかったんですよね。ワウワウでも確かやってない。ということはな、この17歳本田、いや、危ねえ。
あ、ナイスクリア。もう17歳、本田圭佑の、この、試合っぷり、戦いっぷりを、日本では見れてないのかもしれない。多分、やべっち FC のね、本当に一瞬に、2分ぐらいのまとめのやつでしか見れないっていう、ちょっと悲しいですけれども。あ、まあ、そういうのもね、来ました。打ちます。うわぁ、押しすぎ。けど、まあいいや、これで爆弾止まったっていう、そういうコナンの世界線をね、オッケー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 。来た、来ました、来ました。うぃー、見た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 。これ上手すぎじゃない？この、なんでこれラボーナじゃなくて、なんとかなんとか。なんて言うんだっけこれ。このなんか頭ふわってやるやつ。名前忘れたんですけど、なんか名前思い出したら、後で覚えておきます。オッケーオッケー、しっかりとここね。サッカーってそのいろんなさ、なんか名前あんじゃん。一番好きなのはドグスとパネンカだね。ドグスとパネンカ。うい、来ました。ドグスとパネンカがサッカーの言葉で一番好き。うわぁ、いや今日の試合マジ4分までがハイライトだった。今日のハイライト4分だった。それ以外ね、あれでしたね、普通に全然いいとこなしということで。うわ、もう2試合目でもこの仲間とコミュニケーション取ってる姿、まさに本田圭佑って感じしますね。来ました。まあ1点取れたのはでかい。負けなかったっていうのがこの本田のゴールで、本田のゴールで1対1だったのはでかいんじゃないでしょうか。おお、なんかまたトロフィーもらってますね、これ。オッケー、ということで次回またなんかウニオンで戦ってる本田圭佑を一緒に見ましょうということで。